インディアナ・ペイサーズは、インディアナ州インディアナポリス市に本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム、イースタン・カンファレンス、セントラル・ディビジョン所属。チーム名のペイサーとは測定場のことで、インディアナ州は、競馬が盛んな土地である。また、本拠地のあるインディアナポリスは、自動車レースのインディ500が有名で、それに用いられる、ペースカーにもちなんでいる。バンカーズ・ライフ・フィー、 NBA 創世期に活動したこの2チームは1950年代前半には消滅。その後長らくインディアナ州にプロのバスケットボールチームはなかった。1967年に NBA に対する立場でもう一つのプロバスケットボールリーグ ABA が結成されるとインディアナにプロバスケットボールチームを求めていた地元の在海人8名が出資し合い、 インディアナ・ペイサーズが創設された。初期のペイサーズは ABA を代表する競合の一つだった。1970年には59勝25敗で初優勝。1972年には47勝だったものの再び優勝し、翌1973年には2連覇を果たした。この時代のスター選手はジョージ・マクリニスだった。ABA は次第に 財政難に陥るようになり、リーグは1976年に解散することになった。翌シーズンより、ペーサーズは NBA に新規チームとして参加したが、NBA に支払った加入金が高額であり、その外にも試合のテレビ放送による収益を得ることを禁じられるなどの制限のために、チームは存続の危機を迎えた。地元財界による支援などで過労じてこの状況を、 克服し、以降も、ペイサーズは、NBA のチームとして残ることになった。ABA 時代から、チームの監督は、ボブ・レナードが務めたが、NBA 加入後チームの勝率は5割台に届かない、年が続いた。1980年代に入ると、ジャック・マキニーが代わって、監督についたが、チーム成績は悪化し、勝率は、数シーズンにわたり3割程度をさまよった。 この低迷は80年代を通して変わらなかった。レジー・ミラー・ペーサーズは80年代後半に、後の時代の核となる選手を獲得した。1986年にドラフト4位で指名した、チャック・パーソンはそのシーズン新人王になり、トレードされるまでの3年間チームを引っ張った。翌年11位で指名されたレジー・ミラーは後に、ペーサーズ史上最も著名な選手となり、 1988年にはオランダ人センターリックスミッツを獲得した。1990年代前半までチームは勝率5割程度まで持ち直したが、東地区有数の競合になるのは1993年に名称ラリー・ブラウンをヘッドコーチに迎えて以降だった。ペーサーズは勝ち数50程度にまで成長したが、プレーオフではより印象的な活躍を見せた。 東地区のライバルだったニューヨークニックスとの対決や、レジー・ミラーが見せた数々の逆転劇は注目を集めた。しかしチームは NBA ファイナルに進むことはできず、1996から97シーズンには主力の怪我のため成績が低迷し、シーズンが終わるとナリー・ブラウンは辞任した。ブラウンの後を継いだのは、バードがヘッドコーチについた最初のシーズン、ペーサーズは、 チーム史上最多の58勝を挙げた。このシーズンのプレーオフではシカゴブルズを追い詰めたが一歩及ばず敗退。翌シーズンも地区決勝でニューヨークニックスに敗れた。続く1999から2000シーズンにはついに NBA ファイナルに進出するがロサンゼルスレイカーズに2勝4敗で敗退した。バードはこのシーズンを最後に辞任した。次にペイサーズのヘッドコーチに就任したのは アイザイア・トーマスだった。リック・スミッツの引退や、ジャーメン・オニール獲得のためデール・デイビスを放出するなど、以降3シーズンは再建の時期に入った。勝率は5割程度、プレーオフでは1回戦での敗退が続き、トーマス3年目にゼネラルマネージャーに就任した、ラリー・バードは、現役時代から因縁があったトーマスを解任。代わって、リック・カーライルをヘッドコーチに据えた。 2003から04シーズン、オニール、ロンアーティスト、アルハリントン、ジャマーアルティンズリーラの若手とベテランのミラーを中心に、快進撃を続け、ペーサーズはリーグ最高の61勝を挙げる。この年のオールスターにオニールとアーティストが出場し、アーティストは最優秀守備選手賞を受賞した。しかし、プレイオフではその年優勝する、デトロイトピストンズにカンファレンスファイナルで敗れた。 2004から05シーズンでは、オフにスティーブン・ジャクソンを補強して、万全の体制でシーズンを迎えた。しかし、シーズン序盤に試合中に暴行事件を起こし、多くの主力選手を大幅な出場停止で失う。事件後、主力選手を多く書く中でミラーを中心にシーズンを、戦い、イースタンカンファレンス第6シードで、プレーオフに進出した。しかし、カンファレンスセミファイナルで、 ピストンズに敗れ、ミラーは現役引退した。詳細は、パレスの騒乱を、参照2005から06シーズンは、アーティストの問題発言や行動に悩まされたり、オニールの怪我などで主力がなかなか揃わない状態が、続きチームも低迷。プレーオフでも1回戦で敗退した。2006から07シーズンでは、シーズン中盤に、ジャクソン、ハリントンら主力を、 ゴールデンステートウォリアーズに放出、代わりにマイク・ダンディー・ベイジュニア、トロイ・マーフィーらを獲得する大きなチーム改革を行った。しかし、チームは思うように成績が上がらず、プレーオフには進出できなかった。このシーズンを最後に3年連続プレーオフ進出を果たしてきたリック・カーライルは解任された。2007から08シーズンはヘッドコーチにジム・オブライエンが就任した。 故障がちのオニールに代わってダニー・グレンジャーが AS プレイヤーとして対等してきた。この年もオニールやティンズリーの怪我もあり、プレイオフには進出できなかった。2008から09シーズンはドラフト17位でロイ・ヒバートを獲得した。オフにオニールをトレードでトロントラプターズに放出し、グレンジャーを中心としたチームになった。グレンジャーは 自身初のオールスター出場するなど成長を見せたが、チームは3シーズン連続プレイオフ進出を逃した。2009から10シーズン、ドラフト1巡目13位で、タイラー・ハンズ・ブローを獲得した。チームの財政難もあって、大きな補強はできず、成績の低迷は続き、前年を下回る32勝50敗と10年来で、最低の成績に終わった。2010から11シーズン、 ドラフト1巡目10位で、ポール・ジョージ2巡目40位で、ランス・スティーブンソンを獲得した。2008年から2010年までの主力トロイ・マーフィーを放出し、調子の上がらない TJ ・フォードに代わる PG として、ニューオリンズ・ホーネッツで、クリス・ポールの控えだったダレン・コリソンを獲得し、開幕を迎えた。開幕から十七勝十七敗と大きく負け越した時点で、ジム・オブライエンは、 ヘッドコーチを退任し、アシスタントコーチだったフライク・ボーゲルが、暫定ヘッドコーチに就任し、20勝19敗と、勝ち越し、8位でプレーオフ進出を決めた。ファーストラウンドは、校長のデリック・ローズを擁する、シカゴ・ブルズと対戦し、1勝は挙げたが敗退した。二0十一から十二シーズン、ドラフト一巡目で指名したカワイ・レナードの交渉権をサン、サアントニオ・スパーズに譲渡し、 地元出身のジョージヒルを獲得した。フロントコートの補強に FA のデビッド・ウェストと契約し、昨シーズンの実績を買われ性ヘッドコーチに就任したフランク・ボーゲルによる本格的なチーム作りが始まった。飛び抜けたプレイヤー一人で引っ張るのではなく、チーム全員の貢献で、ウエスト3位の42勝24敗でプレイオフに進み、 7シーズンぶりのファーストラウンド突破を果たしたが、セミファイナルで、レブロン・ジェームズ率いるマイアミ・ヒートに2勝をしたが、敗退した。ポール・ジョージ2012から13シーズン、ヒバーとの控えとして、ダラス・マーベリックスから、イアン・マヒンミーを獲得。強力なディフェンスとリバウンド力を活かし、膝の故障で5試合のみの出場に終わった、グランジャーの穴を埋め、49勝32敗の、 好成績で9年ぶりのディビジョン優勝を果たした。ポール・ジョージはこの年初めて NBA オールスターにも出場し、ミップも受賞した。プレーオフでは、アトランタホークス、ニューヨーク・ニックスを下し、昨年敗れたヒートを3敗まで追い込み、カンファレンス優勝に王手をかけたが、最終戦で敗れ、シーズンを終えた。ロイ・ヒバート・ジョージ・ヒル2013から14シーズン、ルイス・スコラを獲得し、 フロントコートの厚みを増し、開幕を迎えた。シーズン途中その時点でローテーションで不要になりつつあった、グレンジャーを放出。チームは56勝26敗で、イースト首位の好成績で、レギュラーシーズンを締めくくり、プレーオフに期待を持たせた。1回戦では前年勝利しているホークスとの対戦となり、シーズン終盤に調子を落としていたこともあり。 苦戦を強いられたが、最終戦でなんとか勝ち抜けた。セミファイナルは、終盤戦に調子を上げて、1回戦で、シカゴブルズを破った、ワシントンウィザーズとの対戦となったが、第6戦で勝ち抜け、2年連続でのカンファレンスファイナル進出を決めた。しかしファイナルでは、マイアミヒートに3年連続で破れ、シーズンを終えた。2014から15シーズンは、オフに、 夏のアメリカ代表キャンプに参加していたジョージが右足を開放骨折するという事態に見舞われた。さらに開幕後もデビッド・ウエストやジョージ・ヒルなどが怪我で欠場。すでにランス・スティーブンソンを FA で失っていたためロイ・ヒバートを除いて毎シーズンからスターターが4人も入れ替わるという異常事態に陥った。不測の事態で毎シーズンから様変わりしたチームは 勝率5割を切る苦しい戦いを強いられ、2015年3月31日のブルックリンネッツ戦に敗れ、2010から11シーズン以来のシーズン負け越しが決定。結局は38勝44敗に終わり、プレーオフ不出場も確定した。2015から16シーズンは、ジョージが重傷から完全復活し、チームを牽引。ヒバート、ウェストを放出し、 懸念されたインサイド陣も、初のスターターに起用されたイアン・マヒンミが、キャリアハイの活躍を見せれば、ルーキーのマイル・スターナーも対等し、2シーズンぶりのプレイオフ進出を決めた。プレイオフでは1回戦で、トロントラプターズと激戦を演じたものの3勝4敗で、敗退し、この結果を受けて、フランク・ボーゲル HC は解任された。2016から17シーズンは、HC に、 トップ AC のネイト・マク・ミランを昇格。2016年の NBA ドラフト開催日には三角トレードでジェフ・ティーグを獲得するなど活発に動くもレギュラーシーズンは成果が見られず42勝40敗で終了。プレーオフには駒を進めたが1回戦で毎シーズンチャンピオンのクリーブランド・キャバリアーズに4戦全敗のスイープ負けを喫した。 2017年7月1日、チームにトレードを要求したポールジョージをビクター・オラディポ、ドマンタス・サボニストのトレードにより、オクラホマシティ・サンダーに放出した。2017年10月18日の、ブルックリン・ネッツとのシーズン開幕戦で、オラディポは22得点、5リバウンド、4アシスト、4スティールを記録。試合は、ペーサーズが140から131で勝利した。その後、 チームは44勝38敗のカンファレンス5位でプレイオフ進出。プレイオフでは1回戦で昨シーズンスウィープを喫したクリーブランドキャバリアーズを相手に最終第7戦までも連れ込むが敗戦。2018から19シーズンは1月にオラディポが負傷し早くもシーズン終了となるピンチを迎えたがマイルスターナーやボヤン・ボグラノビッチを筆頭にエースの穴を チーム全員で埋め、昨季よりも上の48勝34敗で、カンハレンすごいの成績で、プレーオフに進出した。プレーオフでは、1回戦で、ボストンセルティックスにスイープされた。2019から20シーズンには、ボグダノビッチをユタジャズに放出したが、アトランタホークスから金銭のみのトレードで獲得した TJ ウォーレンが、ジョージの正式な後釜として、存分に機能し、 新型コロナウイルスにおけるシーズン中断、縮小があったものの昨シーズンを上回る勝率で、プレーオフに進出した。しかし主力に怪我人が即出したこともあり、1回戦で、マイアミヒートにスイープされた。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した。 選手、偉大な50人、ありがとうございます。